皆さんこんにちは。8月18日木曜日のリビングライフの時間です。本日も私ひばりが丘バイブルチャーチの野田勝利が御言葉を皆様に分かち合いさせていただきたいと思います。本日は吉秋の19章の1節から23節を通して譲り合いと分かち合いが一致へと歩み寄らせますというテーマでお話をしていきたいと思います。今日の箇所は皆さん読まれて、どう思われるでしょうか。この部族の相続地というものが説明されていく、淡々としたような記述でありまして、聖書通読などをしていても少しこう戦いやいろんな出来事が起きる場所は面白いんですけど、こういう箇所あまりこうですね、こうピンとこないな、そんな風に思われるかもしれません。私がちょっとこうピンときたのはですね、この中で一族、よく族っていう言葉がこう出てきますけど、英語ではトライブという言葉が使われていきます。部族という言葉です。これあまり、日本語でこうよく使う言葉ではありませんが、最近少し聞くのは皆さんエグザイルというですね、男性のダンスユニットのグループをご存知でしょうか。彼らはいろんなチームやユニットが派生してできていて、最近はエグザイルトライブ、エグザイル一族という言い方をこうしております。で、本当によくテレビに出て名前が知られているのは本当のトップのグループの人たちだけで、その下にこう派生しているグループについてはあまりよく知らないような人たちもいて、私などはもうエグザイルだけでも誰がいるかよく分かっていないのでありますけど、でも全員が集まるともう何十人という大集団で、イベントをしたり、またこう映画のようなものを作ったりしておられるわけであります。エグザイルとイスラエルの12部族とはあまり関係がないかもしれませんけど、でもイスラエルの12部族の中にもものすごいスターのような有名な人が出たり、そういう人気や強い部族がいるかと思えば、今日の箇所のような人たちというのはちょっとこう地味であまり知られていない、このグループユニットでありますけど、彼らもそのトライブの中にいるんだ。その子に少し光を当てて今日は共に学んでいきたいと思います。ヨシュア記19章1節から23節。第2番目のくじはシメオン、すなわちシメオン部族の諸子族にあたった。彼らの相続地はユダ族の相続地の中にあった。彼らの相続地はベールシェバ、シェバ、モラダ、ハツァルシュアル、バダ、エツェム、エルトラデ、ベトル、ホルマ、ツケラグ、ベテマルカボテ、ハツァルスサ、ベテレバオテ、シャルヘンデ、13の町とそれらに属する村々、アイン、リモン、エテル、アシャン、4つの町とそれらに属する村々、およびこれらの町々の周囲にあって、バーラテベール、南のラマまでのすべての村々であった。これがシメオン部族の諸子族の相続地であった。シメオン族の相続地はユダ族の割当地から取られた。それはユダ族の割当地が彼らには広すぎたので、シメオン族は彼らの相続地の中に割当地を持ったのである。第3番目のくじはゼブルン族の諸子族のために引かれた。彼らの相続地となる地域はサリデに及び、その境界線は西の方、マルアラに登り、ラベシェテに達し、ヨクネアムの東にある川に達した。また、サリデの方、東の方、日の昇る方に戻り、キスロテタボルの地境に至り、ラベラテに出て、ヤフィアに登る。そこから東の方、ガテフェヘルと、エテカツインに進み、ネアの方に折れてリモンに出る。その境界線は、そこを北の方、ハナトンに回り、その終わりはエフタエルの谷であった。そして、カタテ、ナハラル、
シムロン、イデアラ、ベツレヘムなど12の町とそれらに属する村々であった。これはゼブルン族の諸子族の相続地で、その町々とそれらに属する村々であった。第4番目のくじはイッサカル、すなわちイッサカル族の諸子族にあたった。彼らの地域はイズレール、ケスロテ、シュネム、ハファライム、シオン、アナハラテ、ラビテ、キシュヨン、エベツ、レメテ、エンガニム、エンハダ、ベテパゼツ。その境界線はタボルに達し、それからシャハツマとベテシェメシュに向かい、その境界線の終わりはヨルダン川であった。16の町とそれらに属する村々であった。これがイッサカル部族の諸子族の相続地で、その町々とそれらに属する村々であった。さあ、今日の箇所を見ていきたいと思います。この箇所は3つの部族の相続地についての説明がなされています。それはシメオン族とゼブルン族とイッサカル族の3つであります。今日はまず少し前後しますが、後半の2つから見ていきたいと思いますが、ゼブルン族、10節のところから書かれているゼブルン族と17節からのイッサカル族の相続地については、淡々とした記述がされていますが、あまりピンとくる内容がないというか、そうなのかというような感じでありまして、特筆するような箇所ことが少ないような気がします。本来のヤコブの息子の序列、年齢順からするならば、本当はイッサカル族の方が先に来るはずでありますが、なぜか弟であったゼブルン族の方が先に領地が割り当てられているんだなということが分かります。それぞれ12の町、また16の町がその中に入っていたということであります。でももう一つ言わなくてはいけないことがあるとするならば、結局このゼブルン族とイッサカル族はその領地の中にいた異教徒というか敵を追い払うことができなかった、そういう強さを持っていなかったので、この妥協して、共存するような、そこに異教徒の人たちもいるというような状態になってしまったということが言われているのであります。こういうところを見ると、一つこの12部族の説明をこう読んでいくとですね、この集団があって、そこにグループがあって、全体でまとまっているというのが、私たちのそれは町であったり、あるいは教会であったり、家族であったり、似ているところがあると思いますが、ある意味でこの12部族というのは、そういう私たちの生活の中での、現代の生活の中での、この集団と近いところがあるというか、縮図のような感じもするな、そのようにも思うわけであります。学校生活、あるいは会社、社会、教会、つまりその中でとてもうまくいっているセクションがあると思えば、なかなかうまくいかないセクションもある。中でものすごく信仰生活祝福されて、もう勝利勝利っていう人もいれば、なかなかそれが思うように勝利が得られないという人もいて、いろんな人がいて一つのグループだし、また特に教会ならばそれが神様の家族なんだ。そして助け合っているし、うまくいってない弱い人たちでも、それでも一緒にいることによって、他の敵からの守り、神様の祝福を受けられているんだと思うときに、もしかしたら今自分は本当に弱い状態かもしれない、もうゼブルン族やイッサカル族のような、本当に状態かもしれないと思っても、希望を捨てずに神様のその一族、家族の中に入れられているということを感謝することができるのではないかと思います。そして後回しにしました2番目のくじを引いたシメオン族でありますが、この一族についてもいろいろな歴史というものがあったようであります。民数記の25章で一つの出来事が出てきます。それはシメオン族の人たちが、異教礼拝、バールの神を拝むような影響を受ける、そういう状態に
なってしまったことで神様の裁きを受けたという出来事、事件が起こりました。そしてその族長であったジムリという人が殺されてしまう。そして何か疫病のようなことが起きて、一気に2万4千人のこのシメオン族の人たちが死んでしまったという、そういう記述が出てきます。ですからシメオン族というのはその当時においても非常に力を失った、もう本当にその災害というか被害によって大半の人が亡くなってしまって少数になってしまった一族であったようであります。そしてその人たちの相続地がどのように割り当てられたかというと、ユダ族という大きな、この一族の領地の中にポツンとこう譲ってもらうような形で土地が与えられて、シメオン族はそこで生活をしていくことができたのであります。これについてはユダ族の人たちが心よくOK してくれたようであります。どうもそのシメオン族の人たちが大変苦労して辛い状態に陥っているということについて、まあ同情する気持ちを持っていたのでしょう。いいよ、自分たちの中に彼らの領地を置いてもらっても結構です、まあ、そういう了承があって、このシメオン族の人たちは、この自分たちの土地を確保することができ、また後にはこのユダ族とシメオン族の人たちの協力関係というのも出来上がっていったようであります。ここにこの大きく神様から祝福されていたユダ族の人たちが自分たちが与えられていた土地を譲ったんだ、分かち合う姿勢を持っていたんだということを私たちも学ぶことができると思います。私たちがもし神様から大きな祝福、恵みをいただいているとするならば、それはそれを自分たちで独り占めして良いということではないのであります。私の周りに今苦しんでいる人や困っている人がいるならば、またまだ 弱さがあったり未熟な段階にある人がいるならば、それを私たちは心から心よくシェアしていく、分かち合っていく姿勢を持っていきたいと思います。この間も私の教会の若者たちがこのユースキャンプ、いろんな教団のユースキャンプに参加させていただいている、来たということをお話しましたけど、そのことについて本当に私は深く感謝をしているのであります。今までいろんなグループのこのキャンプに参加しました。よく宣伝がされているジーザスファミリーの皆さんのユースキャンプに参加、何回か参加させていただきました。またチャーチオブゴッド、まあ、ペンテコステの方のチャーチオブゴッド教団ですけどの皆さんのユースキャンプにも何度も参加させていただきました。また最近ではオープンバイブル教団の皆さんのキャンプにも参加させていただくことができました。この2つのグループに関しては基本的には自分たちの教団のためのユースキャンプですから、決してこうオープンな集まりではありません。クローズドな集まりであります。本当自分たちの教団のためにということで準備をし、またそのために祈って献金をこの捧げてこられての集まりですから、本来なかなかこの部外者の人が入ることはできないと思うのですけど、でも私が本当に今自分たちはまだ本当に人数も少ないし、またこれから刺激を受けて成長したいんだということでお願いをしていった時に、それぞれの先生、それぞれのリーダーの先生たちはもう本当に快く受け入れてくださって、いろんな便宜を図ってくださいました。いろいろ調整が難しいことも出てきただろうと思うのですけど、でも本当に何も言わず受け入れてくださって、私たちの本当に素晴らしい恵みの世界に入れてくださったことを今でもよく思い出すのであります。そういう中で昨日もお話しましたように、私の教会たくさんの恵みをいただいて、今や今度は自分たちでそのキャンプを企画して実行するというところまで、歩みを進めてくることができたのであります。今日皆さんと学びたいこと、それは私たちは神様からいただいた祝福を今度誰かに譲っていく、分かち合っていく、そのようなものにならせていただこうということであります。
さあ、今日のメッセージをまとめていきたいと思います。神様から受けた祝福を心よく譲ることができますか、分かち合うことができますか、という内容であります。今から約5年前の話ですけど、私が、京都から、この東京のひばりが丘バイブルチャーチに赴任をしてきまして、多分数ヶ月経った頃のことだと思いますが、私のところにある方から電話がかかってきました。それは、東京ホープチャペルの西田郁夫先生からでした。この先生は松山福音センター出身の牧師先生であり、アンデレ宣教神学院でも教えておられた牧師先生であります。私はその両方の教会また神学校でお世話になったものでありまして、直接にご指導いただいたことはなかったのですが、私のことも覚えていてくださってお電話をくださったのであります。それは、先生東京に来たんだってね、頑張ってください。で、一つ先生に、話があるんだけど、その内容は実は、そのホープチャペルで、新しく印刷機を、フルカラーの印刷機を購入されるにあたって、今まで使っていた2色することができるこの印刷機が不要になって、処分しようと思ったんだけど、私のことを思い出してくださって、先生東京に来てこれから頑張るということで、この2色の印刷機、いりませんか、というそういう、申し出でありました。私は本当に驚き感謝をいたしました。まさにちょうどこれから教会でいろんな配布物を作りたい、またチラシも作りたいけど、まだ印刷機がない、でそんなのなかなか新品では高くて買えないと思っていた時に、そのようなこの申し出をしてくださって、私はもう本当に感謝して、教会に行ってその品物を見せていただいて、おまじりをいただいて、具体的に説明をしていただいたのであります。もちろんそのためのいろんな諸経費は私たち負担しましたけども、基本的にはもう本当にタダで、その大切な、まだまだ活用できるというか、5年経ってもまだ会長にですね、その印刷機は動いているのですけど、その大切な、この機会を私に譲ってくださった、分かち合って、くださった、もうそのことのおかげで、その後どれぐらい助かったか、もう本当にそれがなければ毎週修法するということもできないですし、本当に感謝しております。私もいつか本当に同じようにことができたらな、自分が受けた祝福を、本当に感謝して、困っている誰かに渡すことができたら、そのことをいつも思いながら感謝をして過ごしているのであります。皆様にもぜひこの、ユダ族の人たちのスピリットが与えられますように、一言お祈りをしたいと思います。愛する神様、私たちは多くの恵み祝福をあなたからいただきながら、不平に思ってしまったり、またそれを自分だけのものにしようとしてしまう狭い心がありますが、でも今日悔い改めて、このユダ族の人たちがシメオン族の人たちに示したように、与えられたものを喜んで大胆に譲っていく、分かち合っていく、そのような生き方をすることができるように、神様、今私たちは誰に何をするべきでしょうか、そのことをあなたが教えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 Thank you.